テレ朝、新、ゴジラ地上波ウイ放送視聴率 15.2% 数字でも高評価。テレビ朝日系で12日放送された映画、新、ゴジラ、極時0分から11時20分の番組平均視聴率が 15.2% だったことが13日、わかった。視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区。昨年、興行収入 82.5 億円を記録する大ヒットとなった映画の地上波ウイ放送。ツイッターでは、ゴジラ、無人在来線爆弾、内閣総辞職ビームなどのワードが次々トレンド入りする祭り状態となり、今回テレビ朝日すごい頑張ったよ、と、トリミングなしのシネマスコープサイズでほぼノーカット放送した同局を評価するコメントも多く見られた。午後9時ちょうど、60年以上、ゴジラ映画を作り続ける、東宝のマークから始まり、黒バックに白字で、終わりが表示されるまで。目立ったカットは小出圭介の出演シーンとエンドロールだけ。もちろん、エンドロールが全カットされたことを惜しむ声も多かったのだが、カットも気にならず CM の入れ方も良かったし、何より地上波放送でいっぱい盛り上がってる DL 見ながら見られて本当楽しかった。劇場公開版119分に対し、テレビ朝日の放送は賞味115分。エンドロールは丸々カットとしても本編をあまり切らなかったので、地上波映画にしては上出来だったのでは、理想に近い映画のテレビ放映だったと、ファンを満足させていた。